去年アメリカのアコースティックギターのコンテストで世界一に輝いた神戸市出身のギタリストが母校の小学校で演奏会を開きました。神戸市立垂水小学校で演奏会を開いたギタリストのももさん。去年アメリカで開かれたアコースティックギターのコンテストで見事優勝を果たし世界一に輝きました。ももさんは小学2年生の時に阪神淡路大震災を経験し自宅が半壊しました。先月の能登半島地震を受け心を痛めている子どもたちに日常のありがたさや家族の大切さを伝えようと今回演奏会を開きました。いろんな経験から曲を作ってるところが結構尊敬できるなと思いました。ギター一つですごい迫力のある演奏ができていてすごいなと思いました。垂水小学校の皆さんみんな本当にまっすぐで素直で明るくて元気で伝えたいこといっぱいありましたけどこっちが学ぶことたくさんありました。児童たちは世界一のギターの音色に触れる貴重な時間を過ごしていました。